皆さんこんにちは、天音アーティストのあいこです。本日は5月の8日になります。今日はですね、加減の月の日です。加減の月の日というのは、全てのものを出し切って、浄化するっていうのに最適なサイクルがスタートします。そして次の新月までそのサイクルが流れますので、この期間の間していただきたいことについてのお話をしたいと思います。このタイミングで一番私のところにメッセージとして届けられるのが、懐かしい人っていうキーワードがすごく来るんですね。懐かしい人って言ったら魂のレベルで言うとソウルメイトですし、あとは感情の部分、心の部分で言うと再会みたいなことが、イメージとしていっぱい出ていただけると思うんですけれども、この懐かしいシチュエーション、この懐かしいタイミングっていうのは、魂の中の記憶で言うとすごくね、愛しい相手とか愛しい時間とかっていうことにつながってきますし、リアルで今現状、この今世で繰り広げられていることについては、そうですね、復活っていうこともすごくこうキーワードで、来る言葉なんですね。ですから今回の浄化ウィークですね、加減の月から新月はそういうことをイメージしていただきながら、出して出し切っていただくと、今言ったように懐かしい再会みたいなことが必ず次の新月のところでは訪れるんじゃないかなというふうに思っております。ですから、そろそろですね、もうその浄化とか、加減の月から新月のサイクルっていうようなことを意識して、何ヶ月も何年も過ごしてらっしゃる方は、その期間に一番テーマとして、意識してやっていくことっていうようなことを思いながらその行為をしていただくと、さらに新月のスタートの時には、その効果がすぐ現れてくるっていうような結果になっていきますので、ぜひそのことを意識しながら、この加減の月から新月までのサイクルお過ごしいただきたいなと思います。さて、それでは今日の、天運カラーと天運ナンバーなんですけれども、今日は色はオレンジ、そして数字は4です。今日の場合はですね、4は実は、浄化という意味も含まれている数字で、今日はその加減の月と4、これを、セットにして、さらに、パワーアップしていただくために、意識していただいていきたいなと思っております。さて、今日もですね、あなたにとって素敵な一日の時間が流れますようにお祈り申し上げます。天音アーティスト、あいこでした。